りで瞳をつないでようやくたどり着いた。ここは大きな日本家屋、生雲の明かりで瞳をつないでようやくたどり着いた。ここは大きな日本家屋、長いトンネルを抜けるまで怖かったよね。ほっとして座り込んだ。少し痛いけど。